吉宗評判記暴れん坊将軍。神妙にバグりつけ。おっ、野郎どもぶち殺せ。おどうしたんだ。なんだか知らねえがこの先で虫蜘蛛が暴れてるらしいんですよ。新さん、ちょっと一緒に来てくれかい。そういうのこいやこの野郎、田舎者だと思ってバカにしやがってぶっ殺すか。この男、上州無宿馬吉、村一番の力自慢で、鳥江といえば
取り柄と言えるかどうかは別として大飯食らいとその単細胞ぶりであろうか。どうして俺呼ばねえんだよ。全くもう揃いも揃って頭まで一緒にてだらしねえじゃねえさ。何を言っちゃうんだい。大体てめえがどっかほつかれてからいねえんだよ。ならおめえらも悪いんだよ。今まで喧嘩なんか負けたことねえだろ。いっぺんもありません。おい龍子、だけどよ、あいつは強えよ。おめえだってもしかしたらやられたかもしんねえぞ。半端じゃねえもんな。半端じゃねえ、あれはね、十二力あるよ、あのバカはな。ああ、おもちゃ痛いよ。だけど全くそれも揃って情けないね。相手はたったの一人なんだろ。そんなこと言ったって、おかみさん、あの野郎見せかけも何もねえんだから。そうなの。いやいや、新さんの段取りバチーって言ったけどよ、もしかしたら新さん、こぶしは大丈夫ですか。ああ、まあそういや。あ、ほれ。大変。どうして早く言わないのよ、新さん。血がにじんじゃってるじゃないの。おまっちゃん、こっちまだなんだけどな。骨にひびが入ってるみたいなんだけど。新さんが先よ。ダメダメ。ダメ。ダメ。ならどういうやろなんすか、そら。でも見たところ、そんなに悪い人間にも思えないんだ。悪いやつに決まってるよ。近頃ね、江戸にはああいう男がね、多くて困るんだよ。食い詰めて盗みを働いたりなんかするのはああいう連中に決まってるんだから。いやいや、しかしな、あの元はというとよ、この女子供をからかってる、それにヤクザ連中にこう注意したんだってよ。そしたらお前喧嘩になっちまったんだって番所で言ったらしいよ。馬吉のことが少しばかり気にかかる吉宗であった。この月の月番奉行は北町であり、非番の大岡忠相は箱根へ見聞に行っていて江戸を留守にしていた。加納様、加納様のお力をもって何とかなりませんでしょうか。したがそのようないきさつでは難しいの。加納様、あの人は私たちを助けてくれたのです。良いことをした人がどうして罰せられるのですか。物の弾みとは申せ、お役人に手をかけたのは決して良いことではないのだ。白分別のある大人のすることではあるまい。でも聞いたぞ。お、これは徳田殿。実は俺もその場に居合わせたんだが、確かに前後の見境をなくしたあの男に非はあるが、このままではちとかわいそうな。俺からも頼む。何とかしてやれないもんかな、加納殿。この方はわしが懇意にしておる旗本の徳田新之助殿じゃ。こちらは元加藤改め与力天野泰造殿のご妻女美和殿と、それにせがれの幸太郎じゃ。ご主人はどうされた。はい、天野殿は先ごろ捕り物のさなかに賊の手にかかり非業の死を遂げられたのじゃ。それは、いや、失礼した。わしと天野殿とは古くからの知り合いでな。天野殿亡き後はわしがまあ一応後見人ということで。加納様にはいろいろお世話になっているのでございます。ただいまは天野家の家督をこの幸太郎に継がせるべく、加納様のお口添えで組頭様にお願いしている折でして。加納様、加の者の儀、今一度お願いを。これ、加納殿。吉宗の働きかけにより上州無宿馬吉は百たたきの刑でその罪を免ぜられることとなった。今夜一晩は背中が火のようで眠れまい。笑いのことじゃありませんよ。旦那には何から何までお礼の言いようも。礼を言うならこの親子に言うんだな。
懸命に走り回ってお前の原型に力を尽くしてくれたんだ。ボン、ありがとうよ。ううん、でもおじさんで強いんだね。そうか、村相撲じゃ誰にも負けなかったからな。さあ、急ごしらえで何もありませんが、ちゃんと召し上がれ。どうしました？空腹なのでしょ？どうしたの、おじさん。遠慮はいらないよ。いや、いただきます。ところでお前は、どうして江戸をやってきたんだ？俺は、上州高崎で幕僚をやってたんです。けど、ちょっとしたことで名主といさかいを起こして、ほんで、村を追い出されて。村でまた、大暴れでもしたのか？まあ、そんなとこで。名主の一家があんまり威張りちゃって、村の主を泣かすもんで、そんで、こいだめ叩き込んでやったんです。くせえなこれ、孝太郎。それで仕方なく、江戸に流れてきたというのか？江戸へ来りゃなんとかなると思って。そんなに甘くないぞ、江戸は。知り人は働く当てはあるのですか？いえ、まるっきり。まあ、それでは。これからどうするつもりだ？母上、この人を家に置いてあげたらどうですか？まあ、それは良い思案です。ちょうど下働きの者が辞めて不自由していたところです。これ、当家で働いてみる気はありませぬか？ぜひお願いします。鎌炊きでも掃除でも何でもやります。ぜひ使ってください。それではそういうことに。徳田様、これで何もかもうまく参りました。俺もこれで肩の荷が下りたよ。おじさん、名前なんて言うの？馬吉です。上州高崎大の馬吉と申します。上今日でやっと四十九日かい。ああ、お頭のことだ。まだ浮かばれねえで、そこらへさまよってんじゃねえのか？くたばっちまったらそれまでよ。人間くたばるのに極楽を見とかなくっちゃ、どうにもつまらねえぜ。そういうことだ。なんでおめえさんは？元弱らしい地味、野州無宿蟹蔵に相模無宿千五郎。どこもかしこも町方に手配され、お前たちの身の置きどころはない。なのにお前たちは江戸から去ろうとせず、このようなところをうろついておる。そのわけは、弱らしの左兵が隠した埋蔵金の3000両だ。どうだ、俺たちの傘の下に入らんか。お上の手から守ってやるぞ。その代わりな。おめえさんたち。この間よくもうちの連中を痛めつけてくれたな。礼に来たぜ。なんだと？おい、今日はゆっくりと勝負つけたろうじゃねえか。やっとるじゃねえか。行け行け。引き継ぐな。めぐみ一家の面に泥を塗ったらただじゃ済まねえんだか。そう、引き面白い。やってやろうじゃねえかよ。喧嘩っぱいところはちっとも変わっちゃいねえな。馬吉さんよ。何？新さんから聞いて様子を見に来たんだよ。こんなちょっとのことで喧嘩買っとっちゃダメじゃねえか。そうだよ。それは人は悪いよ、皆の衆。馬吉さん、頑張んなよ。暇ができたらうちにも遊び来いよな。よ、俺がいいところ連れて行ったからな。どっか場所ならおいらに任せて。その時は頼みますよ。言うたくなら俺な。俺好きだな。馬吉、馬吉。奥松様のお呼びだ。そんじゃ。
参ります。留守中頼みますよ。これ馬吉、私の顔に何か。あ、いえ何でもねえです。お気をつけて行ってらっしゃいませ。はい、母上行ってらっしゃいませ。行ってまいります。なんだその笑いは。馬吉は母上に見とれてばかりいる。そんなことはねえ。でもいくら持ってもダメだよ馬吉。思うなんてそんな大それたこと。俺は母上にはちゃんと好きな人がいるんだから。何、誰だそれは。誰だあ、この人。あ、ボン、大人をからかうもんじゃねえ。俺は本当にそんな人がいるのかと思って。じい、上州無宿馬吉は天野県に雇われ水を得た魚のように働いておるそうだ。あ、それはよろしゅうございました。上様のお目に留まり、キャツメも幸せ者でござりまする。ところでじい、その大仕を遂げたと申す天野泰造とやらのことだが。はい。どのような成り行きでそのようなことになったのだ。もう一月半ばかり前になりましょうか。天野殿はかねてよりお手配中の賊夜嵐の左兵の盗人宿を突き止め、手勢を繰り出して襲撃いたしたのですが、その折不覚にも強靭に果てたのか。はい。ですが左兵は捕らえられ、一味ともどもすでに処刑されておりまする。上様、その件ならば私も一味のうち野州無宿蟹蔵と相模無宿清五郎なる者の二人が逃走し、いまだ捕らえられておりませぬ。片割れがおると申すのか。はい。二人はどうやら夜嵐の左兵が盗んだる通船料の金子のあり場所を探し、御府内をうろつき回っているという噂を耳にしておりまする。何やら不穏な匂いがするようだな。半蔵、はっ。その両名、必ずや行方を突き止め捕らえてくれ。心得ました。あ、母上。光太郎、またお前。こいつら私のことを目の敵にするんです。母上、使ってあげてください。軟弱者、どうしてお前はそう育児がないのです。父上は立派な者の夫でしたよ。だって一人でお帰りなさい。母は行かねばならぬところがあります。何者じゃ。与力の天野さんの奥方ですね。こんな別品だとは思わなかったぜ。え、もったいねえじゃねえか。可愛がってやろうかい奥方さんよ。無礼を申すと許しませぬぞ。おその怒った顔がまたいいや。俺たちはな、夜嵐の左兵一味の生き残りなのさ。なんと、その方たち、夫の敵。おめえさんによってなおかでもねえんだがな、死んだ亭主の方に預かってるはずだ。こっちは確かな証拠掴んでるんだよ。お前の亭主が盗人宿を突き止めるその面に頭の女締め上げて、そっから駆けつけぶんどってなさ。それには大事なことは書いてあるんだ。そいつこっちに渡してもらうじゃねえかい。離せ。おい、この雨しぶとそうだぜ。よし、手ごみにしまぜ。その上で駆けつけなる場所は任せるんだ。よし。おい、大丈夫か、カニゾウ。いや、この前じゃ済まねえからな。待てみんな亭主から何か預かってるはずだ。その書き付けには大事なことが書いてある。それをこっちへ渡してもらおうじゃねえか。
これは奥方様、いつお戻りに。ちょっと前です。馬吉、ちょうどよい話があります。へい。どんなお話でしょう。世間に知れては恥ずかしく、ちょっと大きな声では言えぬことです。はじめはみんなそうなんでございます。よくぞ打ち明けてくださいました。実は俺も一目見た時から。こういうことはやはり男でないと。それは無論です。その方が頼りです。もったいないお言葉を。馬吉。え、どうしたら幸太郎を強い者のふにすることができましょう。え、あの子は幼い頃病弱だったせいもあり、弱虫で困っています。お上のお許しさえ出れば、二三年後には見習い与力としてお役所に出ればなりません。それまでに何とか男らしく筋金を入れねば。馬吉、荒っぽくても構いません。あの子を鍛えてやってはくれませんか。馬吉。わかりました、やってみます。よろしく頼みますよ。頼みます。何としてでもその駆けつけ取り戻さねばならん。それに金のあり場所が書き記してあるのは間違いないんだな。間違いありません。処刑されちまった頭の女から聞いたんですから。何しろ三千両という隠し金ですからね。御前。三千両あれば今の寺社奉行からさらに若年寄、まさに天に昇るがごとく言い立つわけな。さすればご政道は思いのままじゃ。何か良い手立てはないか、その方たち。もう下手な手出しはっちょいと。石川、その西条には息子がおると申したな。はい、まもなく家督を継ぐせがれが一人。御前、何事もの弱いところから攻めるのが戦の定石であろう。よっ、精が出るな。いらっしゃい、いらっしゃい。なんしたって年に一度の天狗様の祭りですからね。今年はね、だいぶ盛り上がりそうなんですよ。夜になったらおみきしようきねえな。こいつは楽しみだ。頭なんざ、おみきしょに入り浸りだぜ。そうだな、去年もそうだったかな。俺は付き合いだ、付き合い。じいさん、日が暮れたら行きましょうか。ちょいと、みんなお弁当だよ。お弁当。ぜひぜひ。ねえ、しっかりしっかり食べましょう。マキチ、助けてくれ、こいつらひどいんだ。バカタレ、男だろおめえ。こんなことは怖くてお父上の後が継げるか。
ボン。なんだその顔は。この俺を恨むのは筋違いというもんだ。わかってる。じゃあなんだ。初めてだ、喧嘩に勝てたの。けど、お前のおかげだとは思ってないぞ。当たり前だ、俺は何にもしてねえ。当て、当てて。おうおうおう。あ、ほれ。いいよ、みっともないから。バカだれ、無理するな。ほら。よいしょっと。あー、楽ちんだ。そうか、楽ちんか。よう。あ、旦那。孝太郎、組頭様からお呼びです。すぐに支度を。はい。奥方、組頭の用件とは何だ。孝太郎の家督相続のご沙汰だそうです。正式なお許しが下されたものと、加納様のご尽力のおかげでございます。そうか、それはよかった。じゃあ俺もお供頼みます。お沙汰書。こうして孝太郎は正式に天野家を継ぐことを許された。おい、かけないぞ。お姉さん、虎の自由と飯だ。はい。あの二人が、では表に出るところ。いいえ、あの二人は何かを企んでいるようです。最前も町かご一丁盗んで手に入れています。町かご。半蔵殿、今少し様子を見ましょう。はい。奥方様、こうしていると国を思い出します。俺、鎮守様の村相撲で横綱でした。あれ、どうかなさいました奥方様。亡くなった主人のこと、去年もこうして天狗様のお祭りに参ったのです。その時は親子三人で、儚いものですね、人の命など。奥方、お坊ちゃんから聞きましたぜ。無事家督が許されたそうで、おめでとうございます。ありがとうございます。皆様のおかげです。牧師、お前もこれから大変だな。なに、任せていってたぜ。さてと、そんじゃこらで景気づけに国の歌でもやっかな。よっ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 。皆の衆、今日はめでて、俺は嬉しいんだ。今から上州名物ヤギ節を焼くから、正式に聞いてもらいてー。さても一座の皆様方よ、わしのようなる三角野郎が四角四面の櫓の上で温度取るとははばかりながら、しばしごめんをこむりまして、何か一言読み上げまする。文句違いやかな間違いは、何その庭を許しなされ。
鈴木モンドという侍は女房持ちにて子供が二人、二人子供のあるその中に父は子供の親に知らせるんだ。奥方様、たった今こんなものが投げ込まれて。馬吉、幸太郎はどこにいます？もうぼちぼち学問所から帰ってくるはずですが。幸太郎がさらわれました。え？あなたは徳田殿の知り合いのものです。見せていただきます。例の書きつけ差し出さねばせがれの命はない。例の書きつけとは？盗賊一味の片割れが大事なことの書いてある書きつけをよこせと以前にもこの私に。幸太郎はどうなるのでしょう？ご心配なされますな。さらわれた先は分かっております。どこに、どこに幸太郎は？猿を屋敷に。あとは徳田殿と私たちにお任せください。猿を屋敷じゃ分かんねえ。言ってくれ。それは申せません。教えてくれ姉ちゃん。僕はどの屋敷にいるんだ姉ちゃん。お姉ちゃん頼む、頼むよ。寺社奉行の酒井様です。まだ賊とのつながりが分からないので滅多な動きは。それより書きつけは？それが、そのようなものはどこを探しても。俺盆を取り戻してきます。馬吉、なりませぬ。馬吉、これは？はい、それは夫の亡くなる数日前からその中に。ただの写経では。徳田様、馬吉が幸太郎を取り戻すのだと寺社奉行様のもとへ。馬吉が？賊たちの狙いはおそらくこれでは。単なる写経のようでございますが。半蔵、火を持て。はい。下屋金杉龍泉寺本堂下。天野殿は賊からこれを取り上げたものの、この謎を解かぬうちに。徳田様、ご子息は必ず無事に連れ戻す。やろう、見るぞ。おい、
黙ったことを。いいんです、俺どうしてもこの手でポンを。奥方様。馬吉、ありがとう。お世話になったです。嬉しかったです。馬吉、ああ祭りまだ終わってねえだな。夜陰に乗じ天野の家を襲え。皆殺しにして書きつけを奪ってまいれ。つぶるだ、出て、つぶるだ。何やつだ。金に目がくらみ、悪鬼らすずに身を落とせし下道め、余害者め、何を名乗れ。俺は天下の風来坊、徳田新之助だ。何、徳田。寺社奉行、酒井宝器の神、その方、盗人の片割れを配下に置き、邪悪な栄達を夢見て、罪なき男の命を奪うとは、この吉宗断じて許せぬ。成敗してくれる。己言わしておけば、この者は上様を語る不届き者じゃ。上様などではない。切ってつい。うえTable!
ガタガタここにありましたぞ。下や金杉の荒れ寺から弱らしい一味の埋蔵金が発見され、直ちにそれはお上に召し上げられた。上州高崎在の元馬喰郎馬吉は江戸に流れてきてわずかの幸せを垣間見ただけでその短い生涯を閉じた。高嶺の花三輪に捧げた純情を知っているのは吉宗だけであった。さても一座の皆様方よ、わしのようなる三角野郎が四角四面の櫓の上で音頭とろとははばかりながらしばしごめんをこむりまして、何か一言読み上げまする。文句違いやかな間違いは平にその儀はお許しなされ。子供が二人子供のあるその中に今日も明日もと色里迷い。この先もずっと吉宗は八木節を聞くたびに馬吉のことを思い出すだろう。そっと馬吉を忍ぶ吉宗であった。決して泣いたりはしないさ。負けてたまるか、ぐっと睨むこの目に血がたぎる。吉宗評判記暴れん坊将軍。己何やつ、長崎奉行土屋家紋と知っての狼藉か。長崎奉行の暗殺に次いで筆頭より気が消えた。しかも奇怪な事件はまだまだ続いたのである。一膳かくゆくがたしれずになっておる娘はすでに10人近く。町奉行としての存念はあと10日のうちには何とか決着を。越前が自ら10日と二次元を切ったのは町奉行としての確たる方針、また武士としての覚悟あってのこと。天下御免虚無僧天下、どうぞご期待ください。